演舞開演。どうも、本日はこちら北海道産サーモン塩辛を食べたいと思います。さあ、先日食べたイカの仲間ですね。さーて、サーモンの塩辛なんてあるんだ。サーモンってもともと塩のイメージはあるけど、鮭フレークとかとはまた違う印象がありますね。当然か。ではいただきます。親子って、ああそういうことですか。サーモンだけじゃなくてイクラも入っている親子塩辛でした。親子の異なる食感と旨味が口の中で広がって美味しかったです。塩鮭という名前もあるので、サーモンというのもお塩といいですね。ご飯が欲しくなります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。親子塩辛、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。